どうも、大の字です。ダイ大の字中学校。ダイミキサーです。あ、ユーニョンです。大の字です。俺、快活クラブが好きすぎて知ってる？快活クラブ個室なの。いや、看板は見たことある。漫画喫茶みたいな、はい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 、漫画喫茶みたいなとこなんだけど、まあ、たまたま入ったの、まあ、そこから、まあ、異常な48歳にして今異常なソフトクリームブームになってる。ソフトクリームが美味しいとかじゃないの？いや、ソフトクリーム食べ放題なんです。美味しいんですよ。美味しいんだ。あの、個室なんですよ、はいはいはい、快活クラブって。おうおう、快活クラブもそうだけど、最近なんか分かんないですけど、漫画喫茶とかビデオボックスとか、はいはい、あご飯食べ放題、ね、なんかやってるやってる。確かに。そうだ、要はさ、ドリンクバーはあった、はい、当たり前なの、うんうん、今それにプラス何が必要かみたいな、うん、で、漫画喫茶って歌ってないのが俺まず発明やなと思って、はい、漫画喫茶って言ったら漫画読まなきゃいけない気持ちになっちゃう、はい、うん、快活クラブだから個室なのよ、うんうん、で、漫画結構いっぱいあるのよ。で、漫画読んでもいいし何やってもいいですよ。俺ぼーっとしたりとかしながらで、要はここは何を食べ放題にしたかっていうと、ソフトクリーム。はい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 、はい、ソフトクリームがうまいねこの年になってソフトにハマったってね。ソフトなのよあなた何が一番欲しい？なんか場所によってはおにぎりとか、はい、あとカレーとか食べ放題みたいな。カレーはなんか看板、それも見たことあるか。あなたが経営者だったらどうするんだから。漫画読める、それ個室の、ね、漫画読める、このオアシスみたいなところを作るわけっすよ。うどんとかもあるんだって、店によっては。へえ、何する、あなただったら。ベタにポップコーン食べ放題とか。誰が行くんだポップコーンなんか食べ放題ね。食いたくねえよ。なんでだよ結構漫画読みながらポップコーンつまむだろ。昔からそうだ。お前に漫画貸すと全部ポテトチップスの油ついて帰ってくんだよ。お菓子食いたくなっちゃう。ポテチとかじゃねえんだよ今。絶対流行んないねそれね。ポップコーン食べ放題俺いいと思うよ。これだ、ソフトクリームなんだよ正解は。ソフトクリームがうまいのよ。俺今こけて喋りながら、快活に来てって快活に行って羽伸ばして自由になりて、自由フリーになって。で、ちょっとしこたま漫画いて、今チェンソーマン読んでね。ああ、面白いね、チェンソーマン。チェンソーマン読んで2巻ぐらい読んだら、ちょっとソフト行くかっつってポップコーンじゃねえんだ。ソフトで整うかっつってサウナじゃねえか嘘とバーって入れて、最初はちょっと液体が出ちゃうからさ、はいはい、あのちょっと液体、もともとって液体が出てしまうこれ難しいですよ。あるんだ。難しいですよ。で、ダイスっていう漫画喫茶もいいんだけど、そこはね、ソフトクリームが2種類あるんですよ。ストロベリーチョコとバニラみたいな。で、うまいんですよ。で、俺うまいなと思ったらさ、大分県がさ、ソフトクリームの消費量1位。そうなの。そうだから、ちっちゃい時からさ、俺やっぱ見てたよね、ソフトクリームやね。おっさんがめちゃめちゃソフトクリーム食う。確かに食う。大分県って食う。で、すっごい俺は、あ、大人の男が食うもんなんだなって思ってたそうやってイメージ、ちっちゃい時。そしたら東京来てみて分かったけど、こっちの人ソフトクリーム食わねえなって。確かに。あれ結構大人の男性食わねえなって思ったの。でもね、俺今回のこの快活クラブこれで分かった。本当は求めてんだよみんな。なるほど。癒しのその先にはソフトがある。見て見ぬふりしてたんだよ。まあ俺はこの何も言えなくて夏理論って言ってるけどこんなに美味しかったんだねっていう。知らなかったよ。そう知らなかったよって知らなかったよってことです知ってた。隣にいつもいたんだよ。隣にいつもいたんだよ。買ってなかったんだよ。打ち合わせ、その後にね、ソフトクリームうまいなと思って、はい、まあ、もちろんミニストップは定期的に味が変わったりしたら食べてたの、はいはい、キャラメルだ、イチゴだとか、うんうん、季節でね、うん、味変わるんですよ、はい、で、うまいんですよ。で、その時うまいうまいと思ってたけど、ハマるほどじゃなかったんですよ、うんうんうん、で、そっから見るとさ、マクドナルドもソフトクリームあるんだよね。あるね、そうそうそう、うまいのよ、安ってうまいのよあれ意外に探せばあるよと。いや、山崎まさよしになってこんなとこにいるはずもないのにな。ないのよ。あるよ結構結構気づいてないだけで。そう、気づいてないから。こんなところにあるはずないのにじゃないのよ。あるのよソフトクリームはいるんだよ近くに。近くに必ずいるの。あなたの隣、いつだって私のこと呼んでくださいって向こうはね
当たり前にそばにいてくれたの伏し目がちに近いって言ってくれてずっと言ってくれたの。あ、俺は外に向かってね、自分のスイーツはなんだ、このスイーツが美味しいのか、うん、ドルチェだとか言ってなんかね、イタリアで、ね、あったね、デザートフランス料理かなんか、ドルチェっつうんだからなんかあるね、ドルチェか俺の求めてるスイーツはとかいろいろ巡ったのよ、いろいろ巡ったけどここにもいたのそう、助手みたいな感じでメガネかけてさ、メガネかけて、あれって実はお前メガネ取ったしかもずっと俺のそばにいて俺の話聞いてくれるし、こんなそばにいたんだソフトにいたんだよソフトの、じゃあそれがすげえ分かったのが、打ち合わせしたのその後カフェで、はいはい、地方のね、はいはい、インスタ映えになんとかみたいなこともうポスターみたいな、はいはい、ちょっとね怪しいなここと思ったの、はいはい、だけどパンケーキは有名だっていうのを、うん、まあ、その店自体がアピールしてくるわけ、はいはい、じゃあもうみんなでなんか つまめるので1000いくらしたらパンケーキを、うん、もうでっかいパンケーキだからもう写真撮ってください、はいはいはい、もうメガパンケーキ、あー大きいね、はいはい、で生クリームブワーっ て、あー美味しそうです、ブワーって横にコーヒーゼリーがあってソフトクリームがその上に、うんうん、あっと思って、あ、ソフトクリームがこんなとこにもいたんだって助手がそうでもそれをさ食べたらさ分かる、これソフトクリームの美味しくないやつ、あーはいはいはい、シャリ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 のやつ、味が薄くてシャリシャリしたソフトクリームってあるんですよ、うんうん、あるあるよね、ある、あの氷でちょっと量をかさ増ししてんのかな、あれ俺自分でもびっくりするぐらい怒っちゃって打ち合わせそっちのおけだよどう思います、これどう思いますシャリシャリしてるよ、こういうソフトクリームがソフトクリームの価値をめっちゃ下げたと思いますでも向こう引いてるわけよなんでこんな熱くソフトクリームが急にスイッチ入ってんだ、みんなの表情見てハッと気づいて、俺ソフトクリームが好きなんだ自分の気持ちに気づいた、自分のそばにいるそのメガネの女の子が誰かにバカにされた時怒って、初めてこの子の存在を俺こんなにこの子のこと大切に思ってたんだっていうのと一緒ですよ、ソフトクリームにものすごい俺ムキになってたでその足でだから口直し口直しって、うん、マクドナルド行きましょう、安くても美味しいんですよってみんなに説明してながら、であれ知ってる、マクドナルドはソフトクリームだけだと100円だ、ちょいマックですね、であのワッフルコーンのやつ、うんうん、あれになると150円、はいはいはい、でもチョコだともうちょい高いのかな、うんうん、でもそれでもそのぐらいの値段よ、うんうん、安くていいよね、そう俺ね、その後サービスエリア行ってもソフトクリーム探し出したね、もうさサービスエリアのソフトクリームさうまいんだけどさ、うん、高すぎるよ、高いね、だから値段問題あるよね、確かに、そう俺ねやっぱり500円超えたら俺あんま嫌だな、わかる、300円まででしょ、なんとなく、そう300から350円だったら、うんうん、全然出す、わかるわかる、でそれで気づいたらソフトクリームのこと検索し始めちゃってさ、相当ハマって YouTube でやってるそれさ今日のサムネはどっちだろう快活クラブのソフトクリームだよソフトクリームソフトクリームだよ、ソフトクリームこそ今激アツな頼むなんだよ、ソフトクリーム、だってソフトクリームって調べたの俺言うたら歴史のできたんですよ中国らしい、そうでアメリカで、アメリカのあれ機械を作ったのはアメリカらしい、知らない、さアメリカ人がソフトクリーム食ってるの見たことある、あでもないよね、いやないよ、俺だって映画とかでも見たことないよ、はああいうこういうの見たことある、あないかもな、あれって日本人だけじゃない、ああいうこういうの、確かにそう言われたら、だからだって出てこない、ソフトクリームってのはおそらく中国でできて、その後はアメリカでグワってグローバルにできたんだけど、国民食に持っていってるのは実は日本なんじゃねえかなっていう確かに気がして、確かにだマジさ俺たちもうこれ以上登録者伸びなくて、うん、仕事どんどんなくなってってるじゃん、最後ロンドンとかでソフトクリーム屋ねなんでロンドンだ、いやロンドンはなんか日本食大好きらしいからあのそれで調べたら YouTube でね、さすが俺たちの兄貴トンネルさんが大尊敬してね、はい、皆様のおかげでさ、ソフトクリームの会やってるのしてる、あソフトクリームの美味しいとこ食べに行くっていう会やってるの、もう先取りしてやってんだ、してんのよ、だからあるじゃんお笑いでもこのパターン見つけたったら、実はダウンタウンさんがやってたっていうね、ずっと前にやって、ああってもうだから孫悟空だよねそうそうそう、もう実は手のひらの上ずっとこうやってたっていうさよっしゃーっつってね、うわーっていうのと一緒でトンネルさんもやってたの、へーそこで見たらマサー牧場っていうのがあるらしい、おーおーありますよね、そこの千葉にあるマサー牧場の、うん、
ソフトクリームが尋常じゃなくうまいらしいですよ、これが。俺はね、マサー牧場にちょっとね、ソフトクリーム食うためだけに行きたい。そう、いいじゃない、ロケでマサー牧場ソフトクリーム、その場で権利を買ってなんで権利買うんだよ。いや、マジでね、大谷翔平みたいなもんだよ。あ, あれマジで売れると思う。確かにな、大阪直美、はい、大谷翔平、大谷翔平、もうこれ全部ソフトクリームだよいや、彼らを見習って、種類はあってね、世界に行かなきゃダメよ。世界に行ける？いや、一度世界一になってるけどね。いや、あれはさ、本当にさ、あのマジ本当さ、言葉選んでんじゃねえよ言葉さがいいんだよ、傷つけること言っていいんだよなあ、遠慮はいらんよ。なんていうかね、あのよく食堂みたいなところでね、うん、うちの店は2番目にあの美味しい店です1番目はご家庭のお奥様の味ですみたいな、ああいう偽善っぽさというか嘘臭さをやっぱエアギター世界一には感じるよねこの野郎この野郎結構シンクったこと言うんだあれ見た時なえない、本当にこのおだて方なんかイライラするなっていうそう言っとけばうちの店来てくれるでしょっていうさ、透けて見えてんじゃん。そうそうそう、もう世界進出なんて言葉がバカらしいぐらいさ、もう世界でさ、ね、もうフラットに大谷翔平なんてもうすごいよ、すごいよ。だって今過去最高の選手って言われてた。マジで、メジャーリーグ史上歴史の中の過去最高って言われてる。すげえ。で俺は考えたんだ、うん、それから世界来て、それをそう。でも漫才はダメだ、言葉の壁もあるし、はい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 、漫才面白いやついっぱいあるし、うん、DJ、 これだったら DJ という名の宴会、まあそうだね、これあるかもしれない、海外で、ね、1個も、うんうん、これももう一つぐらいちょっとなんか欲しいなと思った時に、スティーブ・アオキっていう人がね、うん、知ってる、食パンとかだけんだよ、なんかケーキとかね、なんだりするんだよね。だからもうなんか DJ だけどパフォーマンスがね、はいはいはい、エンタメを何あげてんだよみたいなことが、まあ、記事でなんだ、はいはい、ソフトクリームじゃん訴えられるわソフトクリーム、ソフトさん、大谷さん、大谷さん、大谷さん、なんか世界一番知られてる日本の名前かもしれない確かに今すごい検索されてるよ。そう、 DJ 大谷さん、こっちの大谷さんは大谷さん、 DJ とソフトクリームの二刀流ですねって言ってバカじゃないの自分で思うけどバカじゃないのだからさ、俺はミニストップが少なすぎるよ、ね、そう、確かに本当にミニストップ、ミニストップがね少ないんですよ。少ない、確かにどんどん減ってる、探してんだよ。で俺一回妥協してさ、アイスのソフトクリームとか、 あるね、あるね、あれもうまいんだけど分かるよ、ソフトじゃないのよ大概にし、あれ、うんうん、そう、あれソフトじゃないから、まあバニラアイスだよねあれは。そう、硬さもさ、うん、軟式野球ぐらいのさ、ソフトじゃないですよ、柔らかいボールじゃないですよ。あずきバーがあれ高級だよね、はいはいはい、高級あずきバー高級だよ、あずきバー殺せるからねちょっとした武器なんだそうそう、ドッキリになるからあれ、あずきバーのあれがある、もしかしてって裏だ多分気づくんですよ殴った時は硬いあずきバーだったんですよっていうぐらい硬いからね、あわざとらしいカチカチなんだよ、あれ一回柔らかくしたって知ってる？知らない、あずきバーって一回柔らかくしたんだ、うん、そしたらファンからクレームが殺到したんだ、うん、あの硬さがいい、あの硬さがいいんだいや俺あずきバーを調べたのなんで一番だねやっぱ暇がなせる技だよね、コロナ禍って怖いね、怖いよ。でコロナ禍で過去最高収益なんだね、あずきバーすげえ、めっちゃ家でアイス食べて、まあアイス全体売れてるんですよ、はあ、家で食べる、なるほど。だあれは添加物とかああいうもの、不純なものとかを、アイスによく入ってるものを、うん、入れてないからできるでなっちゃった硬さなの、自然のものっていう、まあだから本当に砂糖と小豆との味で作ってる、まあ、ぜんざいを凍らせるものだから、はいはいはい、だからそういうものなんだって。なるほどね。そう考えるとだから意外にそのなんて言うんだろう、オーガニックじゃないけど、はい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 、そういうちょっとまあ添加物入ってないっていう、そうそうそう、うん、
やっぱちょっと変な柔らかさっていうのはそうなのかもしれないね、うんうん、そうだよね。なんか入れたらそこが固まんないってことなんだろう、うん、ますますだから俺小豆バーも好きになっちゃうってね。ソフトクリームあソフトクリームの話そうだ、どっちも好きなのよ。どっちも好きじゃん。どっちも好き。俺は棒アイスは小豆バー、はい、小豆バーね、うん、小豆バーが好きで、ソフトクリームはもう別物なの。今これで喋りながらも終わった今日ソフトかな。ちょっとソフト食べたくなってきてるよね。なるでしょ。これはいやマジでさ、いつ大の中学校ロケ行ってくれんの。いや本当なんだよ、行きたいよ。行きたい行きたい。ソフト行きたい。マザー牧場、マザー牧場行って権利買い取りたい。そうだ、権利は。ほんでロンドンだろ。ロンドン海外やがては海外。ほんで DJ 知り合いからマザー牧場のソフト投げるあそう、それ最終的には最終的にはそれ。いやでも海外いいかもな。でもロンドンの、しかもそのソフトクリームにね、活躍した皆さんの名前つけるとかさ、あいいね、ね、あいいね、そうそうそう、大谷ソフトとか、大谷ソフト、大阪ソフトとか、いい、ね、大谷さんソフト、うん、大谷さんソフトだからね。言えるから、言えるよ、言えるよ、お店の名前に。 あれ二刀流にしちゃうじゃん。 あれもすごくない、あの二つが混ざってるやつ、あれね、マーブル的なさ、チョコとバニラのやつ、うんうん、あれもうまいよね。あれだって外国人食ってる見たことないよね。あ、ないわ、海外ではまあないわ。ないよ、やっぱあれもだからなんか、なんかわかんないけど日本人の食べ物って俺気がするもん、うん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 、実際食べてるのかもしんないけど見たことないよ、あんま見たことない、イメージがないよ、ね、だからご当地ソフトとかね、どんどん作ってほしいね。確かに今後、うん、だからとにかくね、あのまずいあのシャリシャリソフトをね、あれはいや地球から撲滅させたい。でもさ、たまにさ、あの地球から撲滅させたいものいっぱいあるよ。核兵器、いじめ、陰口、あとまずいソフト。並びに入れんなって。シャリシャリソフト、シャリシャリソフト、シャリシャリソフト、かる、同じぐらい地球から飛ぶ。口どけが嫌なんだよ俺も、あのでしょ、うん、王さんほら、ね、北海道でコソピン仕事やってるからさ、コソコソしてねえだろ。もう北海道行く機会多いじゃん。あ多い。北海道って空港で食うソフトうまいんだよね。本当にもう違う、濃厚さが違うんだよね。牧場でもなんでもないのに、うん、空港の中なのにあのクオリティじゃん、うんうんうん、ってことは日本全国できると思うのよ。いや確かに、うまいソフト食おうと思ったら日本全国できるでしょ。みんな作れるよね。ね、なのに何でああいう低たらくなものをねお店で出してる人がいるんだろうっていう。お動画もし本当見て、うちの店のことだと思いますって思った心当たり人、勇気あるその店長とか社長に告発した方がいい。うちのソフトクリーム間違ってると思いますって。シャリシャリはダメですと。シャリシャリダメです。味薄いんだ、しかもシャリシャリ、シャリシャリ、ね、絶対薄いんだよ、ね、薄いの分かる分かる。濃厚のコクがあるソフトは絶対そんなのしない、うんうん、しない。コーヒーゼリー乗ってるやつ大体怪しい。ああなるほどな。なんかでなんか理屈かなんかつけてみるんじゃない、うん、コーヒーゼリーの味を壊さないとか言ったりするんだよ。言い訳だけはうまいなっていう。だってコクがあるアイスの方がソフトの方が美味しいからね、絶対ね。全然コーヒーゼリーも北海道の空港で食った時あれ感動したね、はいはい、あれはあれをだからロンドンに持っていきたいですよ。濃厚なやつをね、向こうでね、布袋さんとか協力してくんねえかな。ロンドン住んでるから一緒に言ってくんねえか。布袋さんは俺急になんか DM 来たけど何俺ソフト何お店やってくんねえやってくんねえよ。俺ちょっとあのソフトシリーズは今後もやっていきますんで。ソフトとかね、ソフトってやっぱいいよね。要はお土産とかにできないじゃない、要はそうそう、その場で食う、その場で食う刹那的なさ、この今でしょ食べんのは、ここででしょって、ここで今っていうさ、作ってくれた人の顔見ながらね。だから言い訳するやついるじゃん、いややります、あのや近い将来やろうと思ってとか、はいはい、でやっぱそういうやつって成功しないよね。そうだよね、言い訳からもうすぐやっちゃうっていうことなんです。で失敗したらやり直せばいいじゃん、うん、あいいね。それがやっぱ今一番生きられてる、はい、生きるって何かって、うん、そういうことじゃん、うん、生きてんだよソフトクリームは。だって今食わなきゃいけないんだから。そうだよね、もう腹パンパンでも今食わなきゃいけないから。なんで腹パンパンで買いに行っちゃったんだよ。どうしたら佐賀だからさ、うわやめ、見つけたらね俺全然入んねん。でもここで食わなきゃって時にそこに食べたことによって何かが起きるもん ね。確かに確かに、これは最後落ちた。それはすごいとこ行ったわ。チャンネル登録しちょくれー。